そうじゃ。スナック清美に親さんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。キリュウの兄貴、ここ出るんすか？なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くって、そが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。時間食っちまった。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ママ、親分の携帯あるか？ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。何か分かった？いや、何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。
と殴らせて目障り。しばらく寝てろ。望みのとんかつ弁当だ。いやはや助かった。私としたことが危機管理が甘かったようだな。それにしても見知らぬ人間を救う君の優しさと心意気、尊敬に値するな。君、名前は？桐生だ。桐生君か。私は西郷、危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ？うん。君は最近の日本に迫っている危機と聞いて何を連想する？日本に迫ってる危機、わからんな。何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるのだ。ほうだから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで生き倒れてたんだ？まあ簡単に言ってしまうと金欠だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の護身術を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術？うん。私は世界各国を回り、さまざまな格闘技を体に叩き込み、最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。危機管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで、私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出向く金もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか？近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としてはこの尾道近辺で私の護身術完成に付き合ってくれる人間を探すしかない。まあそんな奴いるかわからんがな。そうかね。どこかにいないかね。俺はやらないぜ。まあそう水臭いことを言うな。君は日本の未来が心配じゃないのか？
私の護身術が完成するということは多くの人々を危険から守ることにもつながるんだぞ。素晴らしい人助けだと思うんかね。別に思わん。こんなの分からずやめ。カモン。ならば無理やりにでも付き合わせるのに。何？おいおい待てよ。甘いぞ桐生君。世界各国を回ってきたが、こんな相手はそうそういなかったぞ。これは最高の相方を見つけられたな。相方？まさかお前また付き合わせる気じゃないだろうな。よくわかってるじゃないか桐生君。その通りだよ。君と戦っていると自分に足りない動きをいろいろと深く学ぶことができそうだ。今後も私と戦って私の護身術完成に協力してもらいたい。だが嫌だと言っても私は諦めないぞ。それどころか協力してくれないとストーキングとかしちゃうかもしれんぞ。それでもいいのかね。それは嫌だな。たく仕方ねえな。分かったよ。暇な時にでも相手になってやるよ。いい心がけだ。君の決断が危機管理業界の未来を光で照らすだろう。では今日はこれにて、また近々手合わせ願うとしよう。それではさらばだ。また変なことに巻き込まれしまったな。だがあいつも一応危機管理のプロらしいからな。俺も学べるところは奴から学ぶとしよう。うわっ、犬の糞を踏んでしまった。ミエさん、あんた騙されてんだよ。そんなん違うんよ。何も心配ないんよ。ほんまに大丈夫。それが連中の手なんだよ。ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらは無難鳥ヘペトナス教なんだよ。無難鳥ヘペ、何を話してんだ。無難鳥ヘペトナスの人はみんな親切じゃけん、教団に来てみりゃわかる。あんたもフレンドになったらええ。奴らの目的は金なんだ。お伏せしろと言われたんだろ。そうすれば救われるって。お伏せと違うわ、伏せ臨著言うんじゃ。そんなのはどうでもいい。とにかくもうあいつらんとこには行っちゃダメだよ。ひっ、じいさん乱暴はよせ。乱暴、いや、そのつゆ向きになってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけすぐ頭に血が昇るんよ。はあ、ミエさん、あんたも少し荒っぽかったがどうも訳ありみたいだな。あなたは別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、桐生だ。桐生さんですか。もしよかったら話を聞いてくれませんか。少し長くなりますが。ああ、聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。全部無難鳥ヘペドナスのせいです。その無難鳥ってのは何なんだ。昔いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けて
この辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってたばあさんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。ミエさんと話してると年がいもなく青春時代を思い出すような。なのに彼女があんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いないのか。間違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そしてお伏せと言って財産を残らず寄付させる。なるほどな。ミエさんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれたんです。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているんで安心して信じてしまっているんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか。行ってはみましたが取り合ってくれません。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。あの会ったばかりのあなたにこんなお願いしていいものか。ん？私と一緒に無難町ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込めます。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でも このままじゃミエさんがいざとなったら強引にでも連れ出さないと。分かった、行こう。ほっとけばあんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう桐生さん。それで教団の場所ってのはどこなんだ。線路の近くにあるビルです。そばで若い女の子がビラ配ってますから行けばすぐ分かります。ならもう行くか。ええ、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。別々に行きましょう。そういうもんか。多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたら突き込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。キリュウさんも後からお願いします。ああ、分かった。それじゃあ。のどかさや小山続きに塔二つ正岡式。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去？そ
してこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだすいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その二人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。どうです、わかりました。ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え？なんで？ちょっと待って。ん？私、今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私、ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえず、なんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。その、お前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか。いや、そう言われてもな、ってことはお前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。ならその間に何か変わったことは起きたか。変わったことって何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな、例えば。俺は1年後はどうしてる？そんなの知りませんよ。キリュウさんとはまだ知り合ったばかりなんだから。あ、でももう一度タイムリープして1年先のキリュウさんを見てくれば教えられますね。ただなんか悪い目に遭ってたりしたら言いづらいかもしれません。死んでたりとか。別にさ、何とでも言ってくれていい。余裕ですね。やっぱり全然私の力を信じてくれてないんだ。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか。あ、例えば未来の日付の新聞とか来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。
つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。よく見ると可愛いな。え、やだ、そんな急に。でも私、年上も結構ありです。下手したらお前の父親より年上だぞ。うちのパパなんか今じゃもう全然冴えないし。でも本当に桐生さんパパより上かも。なんかパパの顔を思い出してきちゃった。年頃の娘ってのは父親に厳しいな。そうかも。まあいい、なら俺はそろそろ。こう見えて案外暇じゃないんだ。タイムリープのことは結局信じてもらえてないですよね。時間切れだな。それにもしお前の言うことが本当なら、何か目的があって2016年に来たんだろ。そいつをいつまでも邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。ん？あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守をしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろ。ん？地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、こがなとこまでめったに来るもはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話での。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。
あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。時間に戻れないなんて。おい、どうした？あ、キリュウさん。ん？私です。ほら、ミクです。タイムリープの。お前だったか。どうした？泣いてるのか？話すと長くなるんだけど、キリュウさん、私の話聞いてくれるの？ああ、女の涙を放ってはおけないからな。話してみろ。俺でよければいくらでも聞くぞ。うん。あのね、実は私、例のタイムリープの力が消えたの。そうか。やっぱりまだ信じてくれてないんですね。でも私嘘なんてついてない。本当に何回もタイムリープできてた。仮にそうだとしても、そもそもお前はどうやってタイムリープしてたんだ？目を閉じて自分が戻りたいと思う過去の記憶を強く念じる。それだけでいいの。初めてタイムリープできたのは、私がパパにひどいこと言った時、その言葉を取り消したい一心で祈ったの。時間よ、戻れってね。父親に言ったひどいことってのは？私のパパはさ、いつも陰気で自分に自信なくて、全然父親の威厳がないの。そのおかげでママはよその男と浮気するようになった。家族はバラバラ。パパはママの浮気に気づいてもおどおどしてるだけで何も言えない。そしてあの日も、ママは家族をほったらかして若い彼氏に会いに行ってた。その日はじとじとして、私はテストの点数が悪くて、おまけに蛇口の水の出がやけに悪かったりして。だからその時初めて私、本当はママに言わなきゃいけない不満を全部パパにぶつけたの。家族で気づかないふりしてたママの浮気のことも全部パパのせいだって怒鳴ってた。私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計ずっと溜め込んでた言葉が止まらなかった。わかった、もういい。悪かったな。その後、パパと話す前にタイムリープできた私は、今度は言葉を全部自分の中に飲み込んだ。あれはやり直せて本当によかった。それからはタイムリープに夢中。図書館で SF の本を読み漁ったりしてね。おかげで暗い家のことを思い出さずに済んだ。でも結局何もわからないまま、あの力は急にまた私の中から消えちゃった。
したらいいのかな。このまま元の時間に戻れなかったら、私。なあミク、それはそんなに困ることなのか。え？一年だけ過去に戻ったんなら、また一年待てば元に戻るってことだろう。そう、普通の人にとってはそうだよ。でもじゃあ同じ一年をまたやり直せっていうの？あのパパとの陰気な生活をもう一度？ミク、お前。おい、ミク。あ、パパ？よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒に帰るか？え、でも。そちらの方は？あ、この人は桐生さん。知り合ったばかりだけど。桐生です。ご心配なく、お嬢さんはすぐにお返しします。そうですか。いや、ご丁寧にどうも。うちの娘がお世話になっています。じゃあミク、父さん先に帰るよ。今日の晩飯はごちそうだって母さん言ってたぞ。聞いてた話と違うな。別に冴えないわけじゃねえし、神さんとも仲良さそうだが。そうだ、この時はパパまだ元気で。思い出した、パパ、そっち行っちゃダメ。ん？パパ、この、あ、すみません。いたたたた、いて。え、いや、そんな。骨が折れたろうがおっさん、こら。こりゃタコをつくで。うわ、いたた。でも、あの、私は、許してください。死の子の抜かす前に土下座せや。踊れ、被害者様への態度が悪いないか。おう、私前にこれと同じ場面見てる。パパ、この後土下座させられて、それで。ああ、大丈夫だミク。今から始まるのは、お前が見てきたのとは別の未来だと思うぜ。え？おい、その親父さんから手を離せ。あ？なんじゃおどれは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくやかかってこい。ありがとう、キリュウさん。本当にキリュウさんのおかげで助かった。元の歴史だとね、パパは私の目の前でチンピラに殴られながら何回も土下座したの。その後は泣きながらお金まで払ってた。パパはそんな姿私にだけは見られたくなかったと思う。だろうな。それまで明るかったパパは私と目も合わせないし、何をするにも自信をなくした。だから家の中はずっと重苦しくて、ママも
そんなパパを見ていられなかったんだと思う。それまでは二人ともすごく仲が良かったのに。じゃあその暗い歴史はお前のタイムリープで綺麗に書き換えられたってわけか。うん、多分私はそのために神様からほんの一瞬だけタイムリープの力を与えられた。どう、キリュウさん、私のこんな話信じてくれる？タイムリープは本当にあったんだって。まさかな。結局証拠はお前の話だけだ。もう少しは信じたんじゃないの？昔をやり直す、そんな力が本当にあるのかどうか俺にはわからない。ただ人生は一度きりだ。一度生まれて一度死ぬ。それはお前も変わらない。途中を何回やり直したっていい。ただそのことを忘れるな。うん、そうだね。ねえ、キリュウさんはやり直したい過去ってある？どうだろうな。俺には全部一回勝負ってのが性に合ってる。そっか。もしまたタイムリープできるようになったら、その時はキリュウさんに証明しに来るからね。その時は未来の万馬券を見ておいてくれ。それが的中したら信じてやるさ。わかった。それじゃあね、キリュウさん、本当にありがとうございました。ああ。クヒダ、軒茂く建てる家よ足引きの山の尾の道道狭きまで、尾形公安。この世の中にも救いはあります。世界は暗黒ではありません。ちょっといいか。何でしょう。私たちでお力になれますか？ああ。俺はその悩める子羊なんだが。よくわかります。この俗世では誰もがそうなのです。あなたは決して一人じゃありません。ここに来れば救われると聞いてきた。だから俺は無難著ヘペトナス教に入りたいんだ。まあ、あなたも無難著ヘペトナスの神を。素晴らしいことです。ようやく光にたどり着きましたね。ああ、長い道のりだった。俺は何度もくじけそうになりながらここまで来たんだ。もう安心ですよ。扉は開かれました。さあ、どうぞこちらへ。さあ、どうぞこちらへ。ちょうどもう一人、あなたと同じように今日私どもの門を叩いたフレンドがいます。ん？よろしくお願いします。こちらは私どもの説明を熱心に聞いてくれましてね、早くも教団に溶け込んでいらっしゃるんです。ねえ、鈴木さん。いえ、
それほどのことではありませんが、お褒めいただいてどうも。ヘペトナス。ん？なんだ今のは。は？いや、今急にヘペトナスって。ヘペトナスは我が教団の言葉です。ありがとうという意味が込められています。そうか。さあ、あなたも人に物を教わったら感謝の言葉を。どうもヘペトナス。よかったら彼は私が案内しましょう。同じ日に無難鳥ヘペトナスの身元に来たのもきっと何かのご縁でしょうから。それはいい考えですね。じゃあお願いします。私は奥で未熟なフレンドたちにシュレピッピの指導を。シュレピッピ、この教団独自の言葉ですよ、キリュウさん。修練という意味です。それを奥でやってるわけか。多分ミエさんもその中に。こいつは。これがシュレピッピ。こうやって彼らは精神を集中してクリパスを貯めているんですよ。クリパス。わかりやすく言えば徳とでも言いましょうか。クリパスを貯めて無難鳥ヘペトナスの神に近づくことがフレンドたちの唯一の望みです。そうか。ご説明どうも。ヘペトナス。鈴木さんはとても飲み込みが早い。本当に今日が初めての無難鳥ヘペトナスですか？とても信じられません。あなたにはチョモゴメスの必要もないでしょうね。チョモゴメスは何だ？わかりませんか、キリュウさん。それが洗脳を意味する言葉ですよ。何だと？彼らは再教育と言いますが、実態は紛れもない洗脳です。少しでも信者が無難鳥ヘペトナスに疑いを持つような素振りを見せると何日も監禁されてチョモゴメスされるんです。思ってた以上に立ちが悪いな、この教団は。その通りです。ところであんた、えらくすんなりこの教団に馴染んだな。え？ここの言葉も使いこなしているし、即席の信者にしちゃ随分板についている。不自然なくらいだ。いや、それはミエさんを救いたい一心ですから。私も必死ですよ。さあ、それより私たちもシュレピッピに参加しないと。何？俺たちもこれをやらないとかえって目立ってしまう。さあ早く。くそ、参ったな。なあじいさん、肝心のミエばあさんはいたか？いえ、それが教祖にかなりのお世話を渡すと言っていましたから、その前に体を清めているんでしょう。この建物の中にはいるんだな。もう少し信者のふりをして様子を見るしかありません。ですが急がないと彼女がお世話を渡してしまう。皆さん注目してください。日々シュレピッピを行っている皆さんのために教祖様が激励にいらしてくれます。我らが教祖無難鳥赤松様がお見えです。あのごついのが教祖なのか？ここの教祖は代替わりするんです。数年前にあの赤松という男が教祖になったようで。皆さん無難鳥。キリュウさん、あなたも早く。ここの挨拶なんです。無難鳥。無難鳥。大変よろしいです。プラス2点。グッド。結構です。我らが神無難鳥ヘペトナスもお喜びになっています。ご存知のように皆さんのシュレピッピは伏せ臨場することでより純度の高いクリパースを貯められます。例えば今日はこれからフレンドのミエさんが100伏せ臨場を捧げますが。100伏せ臨場。皆さんも負けてはいられませんね。ミエさんは素晴らしいフレンドだ。なんて信心深いの、教祖様。私も明日必ず100伏せ臨場。どういうことだ？伏せ臨場はお伏せのことです。1伏せ臨場は10万円。ってことは見えばさ、1000万円を教団に渡す気ってことか？
彼女がそんなに持っているわけがありません。多分家族の金まで持ち出しているんですよ。早く止めてやらないと。それでは皆さん、引き続きシュレピッピに励んでください。どうするじいさん、あの競争を追えばミエばあさんもいるんじゃないのか。まあ行くしかねえな。どちらへ行かれると？その私たちは今日入信したばかりで、教祖様にご挨拶したいのですが。ではそれ相応のセリンチョはお持ちかな。そのことで教祖様にご相談したいのです。フセリンチョのこと？私は貧しい年寄りです。それでフセリンチョのために町金へ行こうかと。しかし他人の金を借りてのフセリンチョを無難町ヘペトナスの神はお許しくださるのでしょうか？もちろんお許しになられますよ。素晴らしい信仰心の持ち主ですね、あなたは。私は感激しました。はあ、よかった。ですが町金へ行くのはやはり恐ろしくて、直接教祖様から背中を押していただきたいのです。わかりました。ではご案内しましょう。あなたなら間違いない。ですがあなたはどうでしょう。ムナンチョヘペトナスの熱心な信者となったか、いくつか質問させていただけますか？テスト？教祖様に粗相があっては困りますからね。まあご安心を。熱心に我が教団の話を聞いていれば簡単に答えられます。いいだろう、何でも聞いてくれ。では第一問目は初歩の初歩です。ムナンチョヘペトナス教でありがとうを意味する言葉は？ヘペトナスだ。素晴らしい、正解です。よく集中されていたようですね。この程度のことなら楽勝だ。いくらでもテストしてくれ。それでは続いて2問目、シュレピッピを積むことでたまる徳のことをこの教団では何と言いますか？クリパースだ。正解です。なるほど、よく勉強されていますね。筋がいいですよ、あなた。ああ、真面目にシュレピッピしたおかげでな。それでは引き続き3問目、我らがムナンチョヘペトナス教の教祖様のお名前をフルネームでお願いします。ムナンチョ赤松だ。お見事です。いや、しかし簡単すぎましたかな。教祖の名前を間違えるほど俺も抜けちゃいない。ムナンチョ赤松様は教団の開祖である。ムナンチョ鈴木の法力を受け継ぎました。ムナンチョ鈴木？残念ながら開祖はムナンチョヘペトナスの信仰を恐れた国家権力に弾圧されてしまったんです。インチキだ、詐欺だと濡れ衣を着せられましてね。ですが今はムナンチョ赤松様のおかげで我が教団は未来永劫安泰です。ご安心を。さてそれではいよいよ最後の質問です。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。お答えいただけますか？再教育だ。正解です。これも簡単な問題でしたね。以上でテストは終了です。いや恐れ入りました。入信初日にしてムナンチョヘペトナス教への深い理解が伝わってきました。素晴らしかったですよ、キリュウさん。他のフレンドたちのいい手本になります。テストは合格です。まあざっとこんなもんだ。お二人ともご希望通り教祖様にお引き合わせしましょう。どうぞこちらへ。教祖様、失礼します。何かな？本日入信したフレンドがぜひ教祖様にお会いしたいと。二人とも大変素晴らしい逸材ですよ。ぜひ教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか、よく来ましたね、フレンドたち。祝福としてこれを差し上げましょう。祝福にしちゃ俗っぽいんだな。教祖様、
ミエさんの禊が済みました。百伏セリンチョの祝福をお授けくださいませ。よろしい。これから大事な儀式なので、あなた方はシュレピッピへお戻りなさい。ミエさん。え、鈴木さん、あんたなんで。さあもうあなた方はお下がりください。ミエさん、騙されてるんだよあんた。ここはインチキ修了なんだ。お伏せなんてやめてくれ。お黙りなさい。鈴木さん、あんたなんちゅう罰当たりなこと。 ほれ教祖様に謝って。いや、あなた方は何か勘違いされているようだ。確かに私たちをインチキというものも属性には数多くいます。しかしそうした偏見をも跳ねのける信仰心、それこそが無難著ヘペトナスの神が愛する人間の素質だ。我々を疑うのは勝手ですが、無垢なるフレンドの信仰を邪魔すれば必ず神罰が下りますよ。なるほど、お前もすっかり一橋のペテン師になったな、赤松。何？ジーズ、お前は無難著ヘペトナスのかつての金庫番だ。海祖の無難著鈴木が詐欺で逮捕された後、警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。年を取ったとはいえ、この顔を見忘れるとは寂しいね。まさか。私はかつて無難著鈴木と名乗っていたものだよ。無難著鈴木、あんたが。なんだと。なんであんたがここに。キリュウさんもミエさんも隠しててすみませんでした。でもこれが私の正体なんです。無難著ヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。どんなに祈ったところでどこにも届きはしない。だからなミエさん、亡くなった旦那さんが今のあんたを見たらかえって成仏なんかできないよ。それでもまだ1000万なんて大金を伏せりんちょしますか。まったく笑わせるな。あの無難著鈴木が何をとち狂った。あんたほどのペテン師が見損なったよ。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか。そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。裏切り者が。ドアを閉めろ。誰もここに近づけるな。はい。教祖様、何をする気ですか。じいさんばあさんは奥に下がってろ。面白い見せ物になるぜ。無難著ヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりともちょもごめす。早く救急車を呼ぶのです。教祖様がお怪我をされています。皆さん回復の儀式を。バカ、そんなんで治るか。昔こんな光景を見たことがあります。
私もね、今の彼と全く同じだったんですよ。拝むな、救急車を呼んでくれ。ミエさんはもう大丈夫です。他の信者たちも彼女から話を聞いて教団を脱会し始めているようで、あなたのおかげです。キリュウさん、本当にありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。一つ聞くが、あんたは自分が昔作った教団を潰すためにわざわざこの町まで追ってきたってことなのか？実を言うとそうじゃありません。私はまた無難町ヘペトナスの教祖として帰り咲こうと思ってたんですよ。何？刑務所を出た私が他に頼れるものはありませんでした。開祖として教団に戻ればそこには居場所があります。ただ私の誤算は教団へ行く前にミエさんと出会ってしまったこと、そして彼女を好きになってしまったことでした。ミエ婆さんは今あんたに何と言ってる？口も聞いてくれませんよ。当然です。私も昔は彼女のような人たちを何人も騙して彼らの人生を破滅させたんですから。これからも罪を背負って生きていきますよ。私は犯した罪は一生消えないってことか？ですが私は罪を償うための第一歩を踏み出すことができました。ミエさんとあなたのおかげでね、キリュウさん。もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。時間食っちまって。またあの感覚。海賊の亡霊か。また会ったな。何？他にも。またこんなとこに寝かせやがって。やっぱりあんたじゃったか。墓守りのじいさんか。あんた名前は？キリュウだ。キリュウカズマ。キリュウさんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる？わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、
この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。いらっしゃい。うまいな。さあ、行くか。ありがとうよ。